直線の通りなんですけど、ここ皆さん分かる人は唐松林が一帯を占めてるんですよ。でここの中いつも俺何かしらキノコ、落葉キノコ入ってないかなってずっと気になってみたんですけど、なんか立ち入り禁止とかじゃないみたいなんで、ちょっと入ってみたいと思います。いや立ち入り禁止だったら入れないんだけど、全然入れるような、でも汚いですね。で入ってみます。中すごい入りやすいですね。ただキノコがほとんどなってないですね。なってそうなイメージをしますけど、期待外れでしたね。で結局ここずっとあそこまで入ってみたんですけど、一個も取れずに終わりました。木はだいたい若い木ですね、これね。なってもなさそうな木なんですけど、一本もなかったです。で他のキノコもほとんどなかったですね。見つかってもほんとこういう小さなキノコがちょっとなってるだけでした。以上、野生クラブでした。ここは入る場所はなさそうです。まあね、落葉の時期も結構遅いんですけども、何かしら一個ぐらい溶けたとかでっかいやつがあってもいいなっていうイメージだったんですけど、全然ないです。